世界史発信、自動放送で英語術。講師の竹松智子です。And I'm produced with text-to-speech voices. 鉄道の自動放送を素材に、英語表現を学んでいきましょう。もうすぐ新年度。ということで、英語学習を進める上で絶対に知っておきたい文法知識特集です。今週から、古文型に関する内容です。では、今日の問題です。The train stops here. この文の、主語と述語動詞は何でしょう？それでは、問題を解いていきましょう。英語は通例、主語述語動詞の順番に文が形成され、述語動詞の種類によって文は5つの型に分けられます。よって、答えは赤となります。先述の通り、英語の文は大体主語、述語動詞の順番に文が組み立てられ、述語動詞の種類によって5つの型に分けられます。なんかの呼吸みたいなものですね。そのうち、最もなシンプルなものである1の型がこの形、SV です。SW する、と訳されます。述語動詞の後に余計なものはついたりしません。いわゆる、自動詞、というものが述語動詞に取られます。その動詞だけで意味が成り立つ動詞ということです。辞書を引いた時に、字、という記号がついているものが自動詞です。例文中のヒアは述語動詞修飾の副詞です。文型を考えるとき派修飾語はこういった修飾語句は無視して考えるのです。まとめ。第一文型、SV、SW する。以上。それでは、実際の放送を通しで聞いてみましょう。ご乗車ありがとうございました。当駅止まり、終点です。The train stops here. This is the last stop for this train. いかがでしたか？次回は第二文型についてです。ではまた。